天の柱テサスとは、流水によって形成される砂の堆積構造。川口付近では、波と沿岸流によって形成される、細長い堆積地形であり、海岸や湖岸の近くに見られる。岩石海岸が侵食されてできた砂や粒手あるいは河川から流れ込む土砂によって構成される。日本では、一般的に湾口にできた砂子が発達し、 対岸、またはその付近までに至った地形と言われるが、サスとサシとの厳密な区分基準は定義されていない。サスには様々な種類があり、ワンコウサス、ワンオウサス、絶上サス、環状サス、川口サス、陸系サスなどに分類される。海岸線に沿って伸びるバリアーもサスと呼ばれることがあるが、日本にはこのタイプのサスはない。なお、専門書、教科書、 辞書によって、使用語がかなり異なり、国内外において用語が統一されていない現状に、ある。サスによって隔てられた水域を石庫と呼ぶ。陸警察は、陸系島と陸地をつなぐ部分である。日本陸警察インド陸警察河川では、中規模な川床形態として、規則的に出現する砂の体積、侵食パターンを指すという。形成は、 川幅と水深の比により左右され、おおよそ10倍から20倍程度以上となる河川の区間で出現する。砂の体積が砂岩、右岸交互に出現する砂素を交互さす。川幅が広がると、交互さすの組み合わせが進み砂岩、右岸の体積、侵食が同じ場所で生じる複列さす、さらに複列さすの組み合わせが進み臨場さすとなる。 大井川では14列にも及ぶ臨場サスが存在している。ありがとうございます。